エルフ荒川がスノーマンの阿部良平と E テレで MC 思考ガチャ3月15日水曜日に放送される思考ガチャ NHKE テレでエルフ荒川がスノーマンの阿部良平と共に MC を務める身近な出来事や疑問について異なる分野の研究者たちが独自の視点で読み解いていく教養バラエティ今回は早回しをしてしまうわけをテーマに 多くの人がドラマや配信動画を倍速視聴早回ししている理由を考える。大学院を修了し気象予報士試験に合格した安倍とギャル代表の荒川、そして資源循環工学、宇宙物理学、映像学にまつわる研究者という交わりそうにない面々による特に耳を傾けよう。エルフ荒川コメントまるでお寺に来たように心が現れました。今度はゆっくり、つけまをつける動画を撮りたいと思います。 阿部良平、スノーマンコメント自分のことはもちろん人間や生物について大きなスケールで見直すことがたくさんありました。これは標準速度で楽しむ番組です。